新型クラウン巷では激辛な評価が多いですけれども、私新型クラウン RS アドバンスを購入して納車待ちの身として、本当にそんなにダメなのかというところ改めてじっくり新型クラウン RS アドバンスとの内外装見ていきたいと思います。はい、どうも車買うチューバーワントクチューブです。今回は大阪のグランフロントに展示されていた新型クラウン、早朝に行って撮ってきました。以前にね、六本木で、撮影したことはあったんですけど、人が多すぎてじっくり見れませんでしたので、今回は気になる部分とかね、質感とかをじっくり見てきたのでレポートしたいと思います。展示車両は新型クラウン RS アドバンスと、車両本体価格が640万円となっています。すべて AWD となっていると。そしてこちらの新型クラウン RS ではですね、トヨタとしては初採用となる 2.4 リッターターボデュアルブーストハイブリッドシステムというものが組み合わされています。まあ、これはおそらく新型レクサス RX のトップグレード RX500H F スポーツパフォーマンスと同じパワートレーンと推測されますので、まあ、それがねクラウンに採用されているというのを考えると、ある意味贅沢な、パワートレーンと言えるんじゃないでしょうか。その分も加味された価格と思えばいいと思います。でこちらの RS 以外にも、まあ、クロスオーバー G とかですね、 X とかっていう 2.5 リッターのハイブリッドシステム、まあ、これはハリアーとかね、仙台クラウンとかと同じパワートレーンですね。こちらを採用したグレードはですね、435万円からのラインナップがあると。でこの 2.5 リッターハイブリッドの一番最上位グレード、クロスオーバー G アドバンスとレザーパッケージ、これね六本木で見てきましたけれども、こちらが570万円と。でクラウンクロスオーバー RS が605万円からとなっていて、このクロスオーバー RS アドバンスとか640万円ということで、最上位グレード同士で比較すると、まあ、70万円の価格差があると、まあ、それがパワートレーン分と思っていただければと思います。そしてこちらの RS のみに設定可能な、オプションというのがありまして、それがドライバーサポートパッケージ2と呼ばれるもので、23万6500円するんですけれども、この赤い文字のところがドライバーサポートパッケージ2という RS のみ設定可能なオプションに付けられる装備ということで、アドバンストパークとかアドバンストドライブというね、渋滞時のハンズオフ機能などがつかないというのが、まあ一番の違いじゃないかなと思います。これが RS 専用のオプションということです。さらに RS アドバンストという最上位グレードのみ設定可能なリアサポートパッケージ27万9400円があるんですが、これがですね、まあ、主に後席の快適性を高める装備の数々ということで、まあ、後ろにね VIP を乗せるんであればこれをつけておいた方がいいだろうというものです。こちらの展示車両にはリアサポートパッケージとドライバーサポートパッケージ2も装備されていました。なので車両本体価格プラス51万円ぐらいはかかっていると、オプション代が入っていると思っていただければと思います。それでは新型クラウン改めて見ていきたいと思いますが、ボディカラーはブラックとプレシャスレイというね2トーンカラーで16万5000円の優勝カラーが装着されていますけれども、このね黄色と黒の色はちょっと蜂みたいでめちゃくちゃいかつかったですけど、これは迫力ありましたね。六本木に展示されていた個体とはまた違う色だったんで新鮮でした。そして、ヘッドライトは4眼 LED ヘッドライトということで、3眼のロービームと一番中央側がアダプティブハイビームになっているという感じの、対向車と先行車の部分だけカメラで読み取って遮光してくれるアダプティブハイビームが備わっています。そしてウインカーはこのように上の部分が反転して光るタイプですね。そして、中央にクラウンのエンブレム、新しいタイプのクラウンのエンブレムついていますが、ヘッドライト左右を貫通するデイライト兼ポジションランプ、これはね新しいですね。そして下のグリルの部分はグリルのように見えますが埋まっていて、上と下のところがね実際には風が抜けるようになっています。 2.5 リッターハイブリッドの G にはここにグリルシャッターが装着されるそうです。でブラックに塗られたボンネットフードを開けるとこんな感じですね。ダンパーではなくステーとなっています。そして 2.4 リッターのデュアルブーストハイブリッドという全く新しいパワートレーンなんですけれども、これはね走りに振ったハイブリッドということなんで、燃費ではなく走りの性能を高めたハイブリッドということなんで、これはちょっとねぜひ乗って判断したいところですね。そしてサイドの方回っていきますが、まあ、クロスオーバーという名前の通りですね、まあ、ちょっと SUV 味を感じるようなフェンダーアーチがついているのがクラウンクロスオーバーの特徴となっています。そしてクラウンクロスオーバーのボディサイズは全長4930、全幅1840、全高1540と、なんと 1.85 以下に収まってて、全高も 1.55 以下なんで、マンションのパレット中段にも収まるサイズ、これは嬉しいですね。
そして21インチのタイ&アルミホイルで、 RS はこの切削工機とブラック塗装のホイールになりますけれども、これもなかなか迫力があっていかついですよね。しかも21インチという大口径のタイ&アルミホイールとなっていますが、装着されているのはミシュランの E プライマシー。サイズがですねちょっと特殊で 22540R21 ということで、大口径だけど幅が狭いということで、スポーツ性能と燃費性能を狙ったサイズになっているということでしょうか。そしてフェンダーアーチがね、無塗装のものがついていて、クロスオーバーという名前の通りちょっと SUV 味を感じるデザインになっているのが特徴ですね。で、ミラーもブラックアウトされているのはこれツートンカラーを選んでいるからです。そして、サイドのロアのところにはこういうガーニッシュのようなものがついていて、ここはピアノブラックになっていて、 B ピラー、C ピラーともにピアノブラックになっているということで、この辺はまあ高級感を感じる、パーツがついているんじゃないかと。で、アウタードアハンドルのところにもメッキの加色がしてあるという感じですね。で、リア回ってきますが、ルーフラインはスラントしていて、一見アウディのようなスポーツバッグに見えますけれども、ちゃんと3ボックスのセダンになっています。そしてリアコンビネーションランプもトヨタのエンブレムを中心に左右に貫通するデザインと、フロントと整合性が取れていると。で、リアウィンカーももちろん LED となっています。これもね、夜間に見るとかなり特徴があるんじゃないかと思います。そしてこのツートンカラーにするとですね、まあルーフが全てブラックアウトされて、ウィンドウ後端がリアガラスに連続するような、少し突き抜けているようなデザインになっています。そしてね、ツートンの部分がリアコンビネーションランプの下の方まで回り込む、ここのパネルまで覆ってるっていうのがちょっとねユニークというか、若干違和感にも感じるんですが、そこは好みかなと思います。で、クラウンのエンブレムは RS だけ漆黒メッキになっていると。そしてバンパーカーブは無塗装ですけれども、シルバーの加色がつくと。で、マフラーは完全に隠されるデザインになっています。この方がダミーマフラーとかつくよりは個人的には潔くて良いかなと思います。で、リアビュー遠くから見るとこんな感じですけれども、この黒い部分がこう賛否が分かれるところかと思いますが、私は、プレシャスホワイトという白のワントーンを買ったので、まあここはね、モノトーンで統一されるということなので、そこはお好みでどうぞという感じですね。続いて内装を見ていきましょう。鍵穴は見えるタイプ、まあクラウンクラスだったらここ鍵穴隠すデザインでも良かったんじゃないかなとも思います。で、ドアを開けるとこんな感じですね。で、内装を見る前に、以前ちょっと間違えたんですけども、イージークローザーはフロントにはついてなくてリアのみとなっています。で、内装を見ていきますが、こちらはブラックとイエローブラウンというね、ツートンカラーとなっていますが、 RS ではこの内装カラーのみとなっています。トリム上部はもちろんソフトパッド、中央部分もソフトパッド、非常勤のところもステッチ付きの合成規格で覆われていると。で、インナードアハンドルもちゃんとシルバーのサテンメッキがしてあって、塗装じゃなくねメッキっていう感じが分かる、ひんやりとした素材感となっています。そして、ここのね部分もちゃんとステッチが入っていて、なんか質感がね低いように見えますが、ちゃんと素材感あるものになっています。で、ウィンドスイッチ台座は無塗装素地ではなく、ちゃんとねラメの入ったキラキラとしたブラックで、素材感のあるものになっています。なのでパッと見ねハードプラに見えるんですけど、一応ねちゃんと素材感はありますね。で、窓はすべて4枚ともオートウィンドウに対応していると。で、ウィンドスイッチ自体にも、メッキの加色がしてあると。で、台座のところの縁取るようにサテンメッキの加色もしてあると。で、ドア下部はさすがハードプラですけれども、カーテシランプも LED のものがちゃんとついているということで、結構質感は悪くないと思いますけどね。で、スカーフプレートにも、金属のクラウンというパネルがついていて、ヒンジはプレス製ですね。そしてシートは内装カラーのイエローブラックが入った本革シートとなっています。で、ヘッドレストのところにもパイピングの処理がしてあったり、縫製のね、ところにもイエローブラウンのものが入っていたりと、縫製パターンも凝っていて合皮ではないですからね。そして運転席 8way、 助手席 4way のパワーシート、まあ、スイッチのところはレクサスよりはシンプルな感じになっています。フロアマットはディーラーオプションですね。で、アクセルペダルはオルガン式となっていますが、これなんちゃってオルガンじゃなくて、ちゃんと床からスイッチが生えているオルガンタイプに最近のトヨタはなっているということです。それでは乗り込んでみましょう。ドア閉めた音はこんな感じ。はい、そして新型クラウン RS アドバンスとの運転席前傾ですけれども、こんな感じですね。まあ黒一辺倒よりもやっぱりこのイエローブラウンの差し色が入っている方が質感もよく見えると思います。細かく見ていきましょう。まずはねこのナビですけれども、 12.3 インチワイドのまあ HD ディスプレイ、標準装備となっています。これはねボクシーとかレクサス NX 以降採用されている、まあ、新しいタイプのトヨタのナビですね。描画は早いです。
で、レストランとかコンビニのね、口コミが星の数で表示されていたりと、結構ね、ユニークな機能もあります。コネクテッド対応だからですね。まあ、ただし、画面の二分割表示であるとか、音楽と、地図の二画面表示とかもできないと。そして、オーディオの選択画面になると、なぜか右側のショートカットが消えてしまい、×ボタンが一番遠い対角線の端っこにしかないと。この辺のネガティブは、他のボクシーとかレクサス NX と同じですね。そして、エネルギーフローのこの理科の実験みたいなイラストも、レクサス NX 同様ですけれども、最近、オンラインアップデートで、私のボクシーとかは、このエネルギーフローのところに床板が、ようやく追加されまして、まあ、ディアゴスティーニのようにですね、ちょっとずつ改良されているという感じになっているので、このクラウンもおそらく床板は後々アップデートで追加されると思います。そして信号などで止まった時にはですね、こういうエージェント機能というニュースとかね、地域の情報とかを読み上げてくれる機能なんかもついています。ちょっと読んでもらいましょうかね。台風12号はフィリピンの東の海上を西寄りに進む。はい、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとね、和むという機能がついています。ただし、画面の二分割表示とかはできないということで、まあ、その辺はね、アップデートで早く地図の二画面表示とかはできるようになってほしいなと思います。そして、ナビの下のところにはこういうね、ちょっとゴールド調の加色もしてあって、これオーディオノブですね。ボリュームとかを調整するものです。で、エアコンの吹き出し口のところにもダークメッキの加色がしてあって、中央にハザードランプがあって、まあ押しやすい位置にあるのはいいですね。この辺もソフトパッドになっています。で、イグニッションのスイッチの周りのところはブラックのベゼルがついていて、ハイブリッドだからといって青いスイッチではなく普通の黒のスイッチになりました。まあここもね、ちょっとパワースイッチはもうちょっとなんかね、メッキとかしてあってもいいんじゃないかなとも思います。そしてシートヒーター&シートベンチレーション、ステアリングヒーターもこちらのグレードでは標準装備と。なっているということで、やっぱシートベンチレーションあるのは嬉しいですね。しかもオート機能がトヨタの車には上級車種などにはついていて、まあ、シート表皮とか乗員の温度を測ってですね、暑そうだったらシートベンチレーションとかが自動で起動してくれるというオートモードもあります。これはね、結構気が利いてていいですね。そしてエアコンのルーバーがあって、でステアリングヒーターもオート機能もついていると。しかも、2段階調整機能ということで、熱すぎたりぬるすぎたりしないというのはありがたいですね。で、風量とかは上と下で、調整するという、まあ、これ結構直感操作できるのでいいと思います。温度も上と下で、上げ下げできるという形になっています。もちろん助手席側にもシートヒーター、シートベンチレーションついていると、まあ、シートベンチレーションついている車少ないですからね。で、その下は特に何もなく、でセンターコンソールにはですね、縦型の置くだけ充電が、こちら標準装備となっています。これ新しいですよね。立てておくの、小スペース性に優れてそうで、ちゃんとニーパッドありますね。ソフトパッドになっています。ここまでソフトパッドで覆われています。ただし助手席側のここは、ハードプラになっています。助手席側にはニーパッドはないという感じですね。でもここだけちゃんと柔らか素材になっているんですよ。まあ、グレー一色だとね、ちょっと素材感分かりづらいですけども、センターコンソールのところもこれ無塗装素地ではなくね、ウィンドウスイッチ台座と同様に、ラメの入った素材感のあるものになっています。そしてパノラミックビューモニター、こちらドライバーサポートパッケージ2に含まれているということで、やっぱこれはねオプションでつけといた方がいいですね。アドバンストドライブとかね、そういうのもつきますからね。これつけないと耳たぶミラーになるということでしょうか。まあ、こちらはもう必須ですね。つけた方がいいですね。で、ゲーが細かいのがですね、この設定ボタンを押すとですね、このパノラミックビューモニター起動してる時の自社のね色とかも調整できるというね、ボディカラーが変更できると。ツートンカラーは用意されてないみたいでしたけれども、8種類からボディカラーを選ぶことができるという形になっています。緑とかないですけどね。そして、これアドバンストパークのスイッチですね。まあ、リモート駐車ですね。そして、こちら電気式のシフトノブとなっています。これレクサス NX とかと同じような、右に倒して、下でドライブ、上で R と、で P は押す、スイッチで押すタイプとなっています。ここもちゃんとソフトな素材になっています。で、ゴールドの、ラインが入っていると。そしてドライブモードセレクトのスイッチですけれども、これをね、スポーツプラス、カスタムというのがあります。これ RS の専用装備っぽいですね。G では、スポーツプラスとかはなかったと思います。で、このようにね、12.3 インチのフルデジタル液晶メーターだから、こういったね、演出も可能となっていると。で、これ後で細かく見ていきますけれども、メーターのね、情報はかなり、左右、中央、それぞれをカスタムすることができると。で、待望の地図表示などもできるようになっていると、いうことです。これってね、後で、ステアリングの後に細かく見ていきましょう。そして、カスタムもできると。
で、ノーマルとコンフォートというモードも用意されていて、エコもありますね。これが普通の 2.5 リッターハイブリッドだと3つぐらいしか選べなかったと思います。まあその辺 RS はね、やっぱ特徴があるというか、差別化されているという感じですね、走りにおいても。で、トラクションコントロールのオフと電動パーキングのオートホールドボタン、そして電動パーキングブレーキのスイッチがあります。メモリー機能はないと思われます。でね、こちら電動リアサンシェードはリアサポートパッケージに含まれていると、まあ、こういうのついてると高級車感ありますよね。で、これリアの背もたれを運転席側から倒すボタンなんかもありました。倒すというか、リクライニングを戻すボタンですね。まあ、乗員が、後ろの人が降りたら、背もたれを元に戻すというような機能です。ちなみに、後席は、トランクスルーはできませんので、倒すことはできません。で、ここに、ちょっと謎の盛り上がりがあってですね、そこに USB の Type-C が2口あると。この辺のデザインはちょっと謎ではありますね。で、ドリンクホルダーのところには間仕切りがあって、これ外すと、まあ、広く物置として使うこともできます。で、剥き出しのカップホルダーがあって、で、その後方にはアームレストコンソールですが、これ左右から開けることができます。で、中は、こう、トレイがあってですね、しかも、機紋仕上げもしっかりサイドまでされています。で、アクセサリーソケットと USB のタイプ A のソケットがありますね。で、ちなみにクラウンの鍵ですけれども、このようにクラウンのロゴがクリアな素材でついていると。で、反対側はまあ普通のトヨタのスイッチという感じになっています。はい、続いて助手席の方を見ていきましょう。助手席の上部のところももちろんソフトパッドになっています。ぐるっと回って囲むね、グレーの部分もソフトパッドになっています。で、エアコンのルーバーがあって、ここのところはハードプラではなくちゃんとソフトパッドですね。これがまあ助手席のところから2パッドまでつながっている部分と、ここまでちゃんとソフトパッドですからね。その下はハードプラですが、で、グローブボックスを開けるとこんな感じ。しかも中はね、肝仕上げされてました。失礼しました。で、鍵付きのグローブボックスとなっているという感じですね。で、続いてステアリングホイール見ていきましょう。本革巻きステアリングホイールとなっていて、ステアリングヒーター、そしてタッチセンサー&パドルシフトもついています。さらに電動テレスコチルトも完備されていると。まあ、この辺はやっぱ高級車前としてますよね。そしてこのメーターの上のところにセンサーありますが、これね、ドライバーサポートパッケージ2で、渋滞時のハンズオフ、アドバンストドライブが可能になるようなドライバーモニターカメラですね。で、クラウンのロゴがハンドルの中央についていて、で、左右ステアリングスイッチありますけれども、ここにもね、ピアノブラックの素材があって、ゴールドっぽい、ラインが入っていると。まあ、そんなに質感悪くないと思いますけどね、パドルもついてるし。で、ステアリングスイッチの左側で、こうね、12.31 フル液晶メーターの、いろいろ情報を切り替えることができると。こう簡易的ではありますが、中央にマップも表示することができるようになってますね。これは嬉しいポイント。まあ本当に簡易的ですけど、これがね、どういう風に動くのかはちょっとね、ナビのルートガイダンスとかをしないとわからないと思うんで、納車されたり試乗の時に試してみたいと思います。で、それぞれ2眼のね、左側とかの情報も切り替えることができると。いや、表示できる情報はかなり増えましたね。なので、リセット間平均燃費と真ん中に地図と、左側にはこの4駆の作動状況であるとか、あとこっちにもね、燃費を表示することもできますし、あとね、個人的に一番表示しておきたいのがエネルギーフローですね。バッテリーの残量とかが見れるエネルギーフローとかをこっちに表示しておくと、まあ、これで大体情報は足りるんじゃないかなと思います。いや、これは待望ですね。で、ハイブリッドインジケーターとスピードメーターはまあ常時表示されているという感じで、他にもね、なんかカスタムできそうだったので、この辺は納車されたら細かく使い倒してみたいと思いますが、まあ表示できる情報は格段に増えたと。地図の表示も一応できるようになっているという感じのフルデジタル液晶メーターがついに導入されました。これは朗報ですね。そしてヘッドアップディスプレイも標準装備となっています。ここにね、表示できる情報も結構多いと思います。で、ステアリングの右側にはスピーカーがあって、エアコンの吹き出し口があって、ゴールドのラインがあって、アダプティブハイビームのオンオフスイッチ、 AC100V 電源のオンスイッチと、その下はね、ソフトパッドですが、この辺はハードプラですね。で、 ETC のユニットと給油口のオープナーがありますね。これドアロックと連動してほしいですけどね、そろそろ。続いてオーバーヘッドですが、デジタルインナーミラーは 44,000 のオプションということで、価格もそんなに高くないんで、
つけておいた方がいいんじゃないかなと。まあ、後方視界は、まあ、この状態でもフレームレスで、質感もいいですし、そんなに後方視界悪くないですけど、やっぱりね、デジタルインナーミラーの方が視界が広く、視覚も少ないので、まあ、これはね、いいんじゃないかなと。個人的にはぜひつけたいオプションではありますね。改造感としては、まあ、すごくいいかと言われると、まあ、ランドローバーとかの車とか、スバルのレボグあたりの方が改造感は良いかなという印象はあります。まあ、ここの辺でね、いろいろ設定は調整できますが、デジタルズームとかは効いてない状態でこのぐらいの解像度という感じですね。続いてオーバーヘッドですけれども、室内灯はちゃんと LED となっています。さらに SOS コールも備わっています。これパカッと開けて押すとベイルアウトするわけではなく、緊急時にオペレーターにつながる、SOS コールですね。そして、こちらのクラウンにはですね、ムーンルーフついていました。これ RS にのみ11万円のオプションで付けられるということで、 2.5 リッターハイブリッドの G には残念ながらムーンルーフも付けることができないということで、いろいろ付けたいんであればやっぱ上位グレードの RS を選ぶしかないという感じで、チルトとスライドができます。海外仕様ではね、パノラマルーフも用意されていたと思いますので、まあ、この辺はね、若干残念かなと思いますけれども、まあムーンルーフがあるだけマシかなというところです。このシェード自体は手動ですね。そしてバニティミラーですが、ちゃんと LED の照明付きと。ここもちゃんと LED、豆球ではないですね。続いて後席見ていきましょう。後席ドアで施錠解錠もできる。これはいいですね。そしてドアを開けるとこんな感じですね。まあ、やはりね、黒だとちょっと素材感分かりにくいですけれども、ちゃんとトリム上部もソフトパッドで、中央部分もソフトパッドになっています。で、上の部分と中央部分でね、脂肪のパターンを変えて一応素材感は変えてあると。で、肘置きはステッチ付きの合成規格で覆われていて、ここは物が置けるようになってますね。で、ゴールドのラインと、ここも無塗装素地ではなくラメの入った素材感になっているという感じです。で、インナードアハンドルもちゃんとサテンメッキされているので、ひんやりとした触り心地があります。で、ワンタッチで 100% まで窓は開くという感じですね。で、しかも後席にも LED のカーテシランプも付いているということで、意外と装備充実してるんですよ、やっぱり。そしてドアポケットにはドリンクホルダーが置けるようになっています。で、ヒンジはプレス製ですね。そして乗り込む前に、先ほども言いましたけれども、リアドアにはイージークローザーがついているということで、やっぱまあ VIP がハンドアにならないように後席にはついているということですね。そして後席のシート見ていきますけれども、ヘッドレストもちゃんと立派でしょう。で、後席シートはね、先代のクラウン同様固定式で、トランクスルーはできないです。中央のところからね、少し長尺ものだけ詰めるようになっています。それでは乗り込んでみましょう。サイドシルもね、低くて乗り込みやすいです。そしてイージークローザーもついていると。なんでバターンって閉めなくてもいいという上品さがあります。そして身長173センチの私のドラポジに合わせて、後席膝前は拳3つ分ぐらいありますね。やっぱ広いですね、さすがに。つま先の足入れ線もまあまあと。で、こちら、リア足のシートアシストグリップはリアサポートパッケージに含まれるということで、これ RS アドバンストにオプションで用意されていると。で、シートバックポケットは運転席、助手席ついていて、まあ、こっちにもグリップがついているという感じですね。ただね、センターコンソール後端は若干寂しいかなという感じはあります。ここも一応ラメのある素材になっているので、無塗装素地という感じではないんですけれども、パッと見ただのグレーに見えてしまうので、まあ、ちょっとね、素材感が分かりづらいかなというところがね、なんか酷評されがちになっちゃうところですね。で、 USB の Type-C が2口あって、その下に 1500W の非常時給電システムも完備されているということで、この辺はね、やっぱりいざという時ガソリンさえ入っていれば家電とかに電力を供給できるというのはね、転ばぬ先の杖としていいんじゃないかと。で、センタートンネルはまあちょっとだけ高さはありますけれども、そこまで高くはないので圧迫感はないです。そして、後部座席とか運転席側から助手席を倒したりスライドしたりする、スイッチがあると、まあ、この辺もやっぱ高級車前としているというか、 VIP を後ろに乗せるような装備と言えるんじゃないでしょうか。そして、これがね、やっぱリアサポートパッケージの肝と言えますが、このね、情報パネル付きの大型のアームレスト、これが、リアサポートパッケージに付くという感じで、格納式のドリンクホルダーもあると。そしてトリプルゾーンのエアコン、さらにこの電動リクライニングのスイッチが付くと、まあ、トランクスルーで倒すことはできないですけれども、リクライニングは電動ですると。
という形です。そしてリアのシートヒーターもこのリアサポートパッケージについているということで、このリアサポートパッケージをつけないとリアシートヒーターはつきませんのでご注意ください。なので 2.5 リッターハイブリッドにはつけられないということですね。これ RS アドバンスとの専用装備ということで、まあこの後ろに人乗せるんだったら RS アドバンスと買ってくださいということだと思います。で、物置ここになってますけれども、ちゃんと肝押し上げされているということで、質感はまあこれだとね、いいんじゃないかなと。で、中央部のところだけトランクスルーが可能となっているということで、まああんまり大きくはないですけれども、長尺ものも一応4人乗っていて乗せることはできるという感じですね。それ以外の部分でのトランクスルーはできません。まあ、3ボックスというセダンと言えるんじゃないでしょうか。そして、後席の、ルームランプも LED となっていて、グリップがついていて、で、クォーター、ウィンドウもついているという感じですね。続いて、ラゲッジスペース見ていきましょう。ラゲッジのオープナーはね、ここにあるんですね。ハンズフリーのパワートランクリッド完備となっています。テールゲートではなく、トランクリッドですからね。3ボックスのセダンです。で、ラゲッジ容量は450リッター。これ、先代のクラウンより容積自体は広いそうです。で、ゴルフバッグは3つ積載可能ということです。まあ、かなりね、深くえぐれているんで、ゴルフバッグが積めるということですね。で、ラゲッジアンダーは、まあ、パンク修理キットとちょっと物が置けるようになっているという感じですね。はい。そして、ラゲッジ側にもですね、トランクの方にも、1500ワットの非常時給電システムもついているということで、まあラゲッジはね、比較的広い方ではないかと思います。ハッチバックに見えるけどちゃんとねセダンなんですね。といった感じで、新型クラウン RS アドバンスと最上位グレード内外装改めてじっくり見てみましたけれども、いかがだったでしょうか。私が買っているのもこちらのグレードと同じ、まあ色はね白一色となっていますけれども、まあ、ここまでいろいろついていれば、そこまで酷評されることもないんじゃないかなとは思うんですけれども、無塗装ハードプラとかね言われていた部分をじっくり見ると、ちゃんとラメの入った素材感のあるものになっていたりとか、あとはグレーだとねちょっと素材感分かりにくいですけれども、ちゃんとソフトパッドになっていたりとかするので、まあ質感自体は保たれているかなと。ただカラーコーディネートとかそういう部分で見せ方というところで、まあ、マツダとかの方がうまいなと思う部分ではあるんですけれども、素材感としては特に悪いという感じではないんですよね、実は。まあ、あとはね、この RS というグレードは新開発の 2.4 リッターデュアルブーストハイブリッドという新しいパワートレーンが採用されていますので、その辺の走りと、あとは四輪ソーダの、まあ、いわゆる 4WS と呼ばれる、まあ、DRS というのがつきますので、そういったところのハード面の良さっていうのが、まあ、新型クラウンクロスオーバーにあるんじゃないかと思うんで、その辺はね市場で確かめてみたいところですね。で、今回の新型クラウンの展示イベント、大阪もすでに終わってしまったんですけれども、北海道の JR 札幌駅南口広場で2022年9月23日から25日まで、展示されるということなんで、気になっている方は足を運んでみて、触ってみてはいかがでしょうか。隣にあったね、新型クラウンの G アドバンスと、こちらの内外装編も後日お届けしたいと思いますので、新型クラウン、これからも気になるという方は、ぜひチャンネル登録してベルのマークをオンにしておいていただけると嬉しいです。もっと新型クラウンの動画を見たいという方は、ぜひいいねボタンを押していただけるとモチベーションになります。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それでは、あなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンストップチューブ、次回もお楽しみに。